リセルイコールルイコールグランは、フランスは、パリにある、古い歴史を持つ公立の後期中等教育機関で、ある、ルイコールルイコールグラン高校、あるいはルイコールルイコールグラン学院ないし、ルイ大王学院とも訳す。ルイコールルイコールグランは1563年、イエズス会により、パリ大学に付設する学寮の一つとして、パリの伝統的な学生外であるカルチエラタンの中心に設立された。 この地域には、パリ大学のほか、コレージュドフランス等があり、歴史、建築、文化に富んだ、フランスで最も古い名門教育機関が集中する地域である。後期中等教育課程を教えるリセとしては800人の生徒が在学しており、大学レベルのカリキュラムを教える、PSL 研究大学と共同シープリ、グランゼコール準備級。 クラスズプリパラトワーアーズをグランデスエカルには900人の生徒が学んでいる。バカロレアに加えて、エコールポリテクニークやパリ高等師範学校など、グランゼコールへの合格率の高さで名高い。ルイコールルイコールグランの生徒は、マニオルドビスイアンと呼ばれている。ルイコールルイコールグラン校の中には、かつてはパリ大学に付設する校舎だった。ルイコールルイコールグランは、 フランスのエリート教育に主導的な役割を果たしている。卒業生に無数の政治家や外交官、行為聖職者、アカデミーフランセーズ会員、文学者などを輩出している。このパリのイエズス会学校はと1862年にエリド・ボーモンが書いている長きにわたり偉人を育む国家機関であり続けてきた。モリエール、ボルテール、ビクトル・ユゴーラのほか 詩人で、ネグリチュード運動家のエメ・セゼールがこの学校から巣立ち、偉大な文学者となった。フランス大統領のジョルジュ・ポンピドゥー、バレリージ・ジスカール・デスタン、ジャック・シラクやセネガル共和国初代大統領のレオポール・セダール・サンゴールなどがかつてこの学校で学んでいる。モンテネグロをニコラ・イッセイなどは留学生として、ルイコール・ルイコール・グランで学んだ。写真中央、3。 ジャック通りの右手にリセルイコールルイコールグランが位置する。左手にはソルボンヌ、右手にはパリ大学法学部休校舎が位置する。フランス革命期の政治家、編集フランスの大統領、編集その他の政治家、編集、ありがとうございます。